ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は、ASUS の方から新型スマートフォン全本店の予告が発表されましたので、ご紹介したいと思います。こちら、ASUS の海外の公式ページの方に、今回の予告が掲載されています。もう、具体的に全本店というモデルが出されており、オール・オン・ハンドということで、これまでの流れ通り、 比較的コンパクトなモデルであるというのがあこの辺のキャッチフレーズからも取って取れます。あとはこちら。発表が6月29日。ここに小さく文字も記載されていますが、おそらくこれは海外の夏時間なども考慮した日付になりますので、日本時間で言いますと6月29日。曜日としましては木曜日になりますが、あ今月末の木曜日。 日本時時時間の22 23から23時頃このぐらいの時間帯に発表となります今回はこのメッセージそれから発表日時だけではなくてこちらの予告に関する動画もいくつか掲載されていますまずはこの辺の動画をご紹介しながらどういったモデルになるのかリーク情報も多数出ていますのでその辺解説していきたいと思います 動画の内容につきましてはいくつかあ公開されていますが一つ一つ的を絞って見ていきますとまずはこちらワイヤレス充電に対応しているというところここが大きな特徴といいますと言いますとも ASUS のこれまでのスマートのワイヤレス充電に対応したモデルがほとんどありませんでしたそれが今回ワイヤレス充電置くだけ充電になりましたので より快適に充電が行えるようになります。その他、今回のこの動画で公開されている内容としましては、こちら。わかりますでしょうかちょっと映像の方を再生していきますと、スタビライザー機能についての掲載があります。要は これまでジンバルモードのようなモードが昨年の全本ナインから搭載されていましたが、より新しい世代の6軸のハイブリッド手振ル補正、これが搭載となります。残念ながら、昨年の全本ナインのところのスタビライザー機能というのは、まあやはり GoPro の6ラインますと、だいぶ効きが悪いかな、そういう印象を持っていましたが、今回新世代のものが搭載されるにあたり、 もっとこの辺改善されているものと思いますのでより GoPro 的なアクションカム的な使い方もできるのではないかと思いますあとは今回もう公式でスペックに関する発表もありますそれがこちら搭載されている CPU がスナップ g ゴン8 Gen2 になるということで、まあ、後ほどご紹介しますがもう既にベンチマークの結果なども出ていますのでまたそちらは後半でご紹介したいと思います その他今回発表されている動画としましてはとにかくコンパクトここも特徴となっていますただし昨年の全本9よりはわずかではありますがディスプレイサイズも大型化されより使いやすいものになっているとのことですのでちょっと昨年のモデルは最近の スマホの画面大型化の流れから言いますと逆光しておりコンパクトなモデルとなっていましたのでもうちょっと今の時代としてはコンパクトすぎても使いにくいというところもありましたが今回のモデルはそういったところも改善されているとのことですあではあその他リークされているスペックに関する情報それからベンチマークの情報などもご紹介していきたいと思います結論から言いますと現在リークされている情報としましては このような情報がリークされています。モデル名は冒頭ご紹介しており、公式にも発表されている通り、全本10というモデルになります。ここおすすめの ASUS のスマートは画ンは画面というかカメラがフリップするタイプ、全本フリップシリーズと、まあ、通常の全本のナンバリング、8とか9とか10とかそういったシンプルなモデル名のモデルとフリップモデルというのを 2種類展開してきましたがもう今回は全本10この1つだけとなりそうですまあもっと視野を広げてラインナップの方を見ていきますとそれ以外にもゲーミングスマホの ROG シリンダーズなどありますが全本として発売されるモデルはこのモデルとなります CPU は公式にも発表している通りスナップゴン8 Gen2 が搭載され今年 前半から中旬にかけて発売されるモデルとしては最も処理性能の高いスナップドラゴンが搭載されていますメモリにつきましては16ギガストレージは256ギガまたは512ギガこちらはもっと多くのラインナップがあるかもしれませんが現在リークされている情報としてはこのスペックのものがリークされていますディスペンにつきましては6.31ということで昨年のよりもは 若干だけですが大きくなりましたどのぐらい大きくなったのかと言いますと、まあ、公式サイトの方を見ていくと一目瞭然でこれが昨年のモデル、まあ、現行機種という言い方の方が新しいかもしれませんが全本9このスペックはと言いますとこちらでした全本9のスペックこちらディスプレイは5.9インチとなっていました ですので、今回噂されている全本店につきましては、6.31ということで、0.41サイズアップということで、0.41というので、若干と言いましたが、結構並べてみると画面サイズは大きくなっている、そういう印象を受けるかと思います。あと、今回カメラも結構強化されています。複数のカメラが搭載されることになりますが、その中のメインセンサー、 メインセンサーにつきましては200万画素つまり2億画素のセンサーが搭載されています割と最近のハイエンドモデル例えばサムスンのギャラクシーシリーズだったりシャンミーのスマートなどもそうですがこの2億画素のセンサーが採用されることが増えてきましたこの前本店につきましてもその流れを踏襲してメインセンサーは2億画素のセンサーこれが搭載となります バッテリーにつきましては5 0 0 0 m a、ah、アでこちら 67W の急速充電にも対応となりますまたさらにこのバッテリーにつきましてはこちら今回初となるワイヤレス充電にも対応となりましたので有線でも爆速で充電できる上置くだけでも充電できるということでこの辺の充電周りのアップデートこれはとても嬉しいアップデートといいますあと OS は Android 13 また防水にも対応しており保護投機は IP68 となります。ですので、えー、先ほどご紹介しましたジンバル機能、強力なテーブル補正機能などと合わせて使いますと水のかかるような場面でも使え、また GoPro よりも画面サイズが大きく操作もしやすいということでよりアクションカム的な使い方、そういう音で買われる方にとっても注目度の高いモデルとなっています。あ 現在、この全本店と見られるモデルのベンチマークの結果などもリークされています。こちら、GeekBench の方のベンチマークの結果となります。シングルコア2008ポイント、マルチコア5454ポイント。あまあ正直なところ、スナップドゴン8と GEN2 にしても、ややスコア高すぎるというところがありますが、まあこれが試作機ですので、ちょっと実際の製品が発売された場合、ここまでのスコアが出るかどうか。 それは定かではありませんが、このように高いスコアが記録されています。あとは、この Geekbench の結果からも、スペックに関する情報も一部見て取れます。OS が Android13 であるというところ。CP のクロック周波数がまあ約 2GHz であるというところ。コア数が8コア。サイズもこちら。サイズ値はメモリのサイズのことですが、14GB となっています。 あですので、まあこれは実際のところは16ギアになるということを意味しています。ということで、まず高いスペックを持った CPU が搭載されているということは公式でも発表されている通り間違いなく、コンパクトでハイスペックなモデルが欲しいという方にとっても、この全本店、とても注目度の高いモデルになりそうです。 また、この画像の方はよく見ますと、こういったスタビライザー、ジンバルに固定しても使うということなども想定しているようです。まあ、この辺は本体がコンパクトですので、よりこういったジンバルに固定しやすく、この辺はより快適に使えそうです。あとはこちら、Bluetooth のヘッドホンが記載されていたり、あとはこれ、ワイヤレス充電器かと思いますが、こういった ワイス自転機も記載されている通り、こういったものとの組み合わせ、これもやりやすいようになっています。また本体のデザイン、よく見ますと、パンチホールタイプになっていて、パンチホールの位置は、本体正面から向かって左上のところ、まあ、マスルが一番好きな位置なんですが、この位置に搭載されていて、ここも嬉しいポイントと言います。どうしても中央にパンチホールがありますと、通知画面を表示する際に、インカメラを触ってしまうというところはあまり好きではないので、 搭載するならばこの位置にしてほしいと思っている位置がこの左上の位置ですので個人的にはとても嬉しいデザインと言います、うんまあ、実は全本9につきましても同じ位置この位置にパンチホールがありましたですのでこの辺のデザインは踏襲されるものと思いますカメラの方今回リークされている情報はメインセンサーの200万画素2億画素のセンサーがーリークされていますが おそらくは2億画素のセンサーに加えもう1つは超広角カメラなども搭載されるものと思いますジンバルモードを使うためには、まあ、理論的には超広角のレンズを使ってそれをクロップして手ぶれを補正するというのが、まあ、無難なあ制御方法となりますのでおそらくはメインセンサー2億画素そしてそれに加えて超広角のカメラこれが搭載されるものと思いますまあ、そうなってきますと結構 今回の全本店現行の全本9を踏襲したモデルになるということが予想できます。これらこれで、まあそれなりに使いやすいモデルでしたので、より CPU が高速化されることによって、そういったテーブル補正などもソフトウェアによる補正、どうしてもそこが必要になってきますので、 余裕のある処理性の持った CPU が搭載されることで手ブル補正ももしかしたら GoPro 以上に強力なものが乗るかもしれませんのでぜひ期待したいところといいます。なお発表は今月末日本時間で言いますと6月29日木曜日のまあもう日付が変わるぐらいの時間帯になってきますので遅い時間帯にはなりますがまた ASUS から正式に発表が行われましたら 改めて速報動画としてこのチャンネルの方では発表された全本店の詳細をお伝えしたいと思いますその辺の詳細情報が気になるという方はグッドボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いしますなお現在販売されている人気のスマートン販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますのでそちらも気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上です